卓球の元五輪メダリスト、福原愛さんの元で、台湾の卓球元五輪代表、高校傑が、メディアに前妻をまだ愛しているのかと問われ、言葉に詰まる様子が話題になっている、写真。天才少女、福原愛、を生んだ名物パパ。自身が経営する卓球場をオープンさせ、芸能活動だけではなく実業家としても活動している絵。台湾メディア、嘘、星聞きのインタビューで、福原さんとの離婚劇についても回答。丸、福原さんの友人が日本メディアにエケのモラハラなどを語ったニュースが出てきた際に、福原さんが離婚したいんだなと思った、と初めて感じたことなどを明かした。離婚が成立し、現在は2児を台湾で育てている。以前、子育てに責任を持つために、今後10年間は恋愛しないと思う、と語り、絵が10年恋愛禁止、と話題になった。これについて質問者が、福原愛を待っているのか、と問うと、絵は目を見開き絶句、福原愛をまだ愛しているのか、と畳みかけられると、まさか、彼女は子供たちの母親だから、と回答した。台湾では福原さんの話題が今も取り上げられており、依然注目人物のまま。A の直球質問も、福原さんの影響力の大きさが現れている。